皆さんこんにちは、西村直樹です。今日もウィナースタジオからお送りしています。今日2015年12月1日火曜日、今日の数波の言葉は奇跡が起きるよう、奇跡が起きるようです。そして、今月12月は感謝の心、思いやりの心、自立の心、感謝の心、思いやりの心、自立の心です。そして、BGM は数波調和シンフォニー、12月生命の和の音、命の和の音です。このスーハの CD なんですけれども、442Hz で、私の音楽はずっと録音しておりました。でもこのスーハ調和シンフォニー、新しい試みとして来年 432Hz で録音をし直いたします。さまざまな説がありまして、432Hz、心を安らかにする、自由に解き放つ、まあいろいろな説がたくさんありますけれども、その数波 432Hz でこの新しい数波が生まれ変わります。そしてこの今ある数波の CD は2000ですけれども、もうあと数枚しか残っておりません。そして新しいスーハの CD は来年から3000になります。3000になります。そして明日というか今日12月の1日からハワイに飛び立ちます。そして12月の7日、ハワイは12月7日、日本では12月の8日ですけれども、戦後70年、鎮魂と平和の祈りから未来へというタイトルでコンサートをいたします。そのために、日本に帰ってくるのは9日ですので、9日まではお休みをいたします。その代わり別のいろいろなハワイのものを皆様にお送りしたいと思います。この未来へ、西米のアーティストと一緒に平和のための未来へ向かってのコンサートを、場所はハワイ真珠湾に浮かぶ戦艦ミズリ号。ミズリ号は日本が終戦の調印式をした船です。その船が今ハワイの真珠湾に浮かんでおります。そして今から70年前に日本が戦争を始めるきっかけになった場所がこのハワイの真珠湾でもあります。そしてその時攻撃したアリゾナ号、その船が目の前に浮かんでいます。そこで戦後70年、鎮魂と平和の祈りから未来へというタイトルでコンサートをいたします。今年最後になると思います。それではまた10日にお会いできることを楽しみにしています。今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。